パトリック・マクグーハン、パトリック・マクグーハン、パトリック・マクグーハン、1928年3月19日から2009年1月13日は、アメリカ合衆国ニューヨーク州生まれのアイルランド系の俳優、脚本家、映像作品監督、プロデューサー。1950年代半ばから1960年代にかけて、テレビを中心に活躍、特に、プリズナーナンバー6で知られる。 日本語では、パトリック・マクグーハンとも表記される。身長188センチメートル。本名は、パトリック・ジョーゼフ・マクグーハン、パトリック・ヨゼフ・マクグーハン。仕事を求めて渡米していた、アイルランド人の両親のもと、ニューヨークのクイーンズ地区アストリアに生まれるが、生後感もなく、両親の母国であるアイルランドへ家族と共に帰国する。7歳の時に、イギリスのシェフィールドへと引っ越す。 幼少時から重い期間自喘則に悩まされたが、学生時代はボクシングに励んだほか、特に数学に優れた生徒だった。熱心なカトリック信者の家庭に育ち、病弱であったこともあり、幼い頃からカトリックの司祭になることを夢見ていたが、演劇に興味を持つようになり、悩んだ末に演劇の道を志す。ラトクリフカレッジを卒業後、銀行や、 養鶏場などで事務員として働きながら、いくつかのアマチュア劇団で演技の腕を磨く。シェフィールドレパートリーシアターで劇場の裏方兼マネージャーして働いていた時、病気交番した俳優の代役として、急遽舞台に立ったことがきっかけで、以後、同劇団の主力俳優として活躍する。1950年代半ばから、舞台出演の傍らテレビドラマに出演するようになり、 1955年には、早くで、スクリーンデビューする。舞台出演の合間に、スクリーンテストの女優の相手役を務めたり持ていた。徐々に、活躍の場を、舞台からテレビへと移し、1960年に、スタートした30分のテレビシリーズ、秘密指令で、主人公のナトーのスパイ、ジョン・ドレイクを演じた。放送時間が60分に拡大された、続編、秘密情報員。 ジョン・ドレイクにも引き続き主演し、その人気を決定的なものとした。この2作はアメリカでも放送された。最優秀テレビ俳優にも選出され、これらの成功により、イギリスで最も高額な出演料を得るテレビ俳優となった。そして1967年、後に伝説的作品となる TV シリーズ、プリズナーナンバー6を手掛ける。主演だけでなく、制作、 監督、脚本も務めた意欲作で実験的要素を多く取り入れ、視聴者に解釈の幅を与える謎めいた雰囲気と英国的ユーマーを合わせ持つ不思議な感覚を抱かせる、本作は高い評価と人気を得て、今日もカルト的な人気を誇り、幕偶藩の代表作となっている。アメリカでの仕事も多く、テレビドラマでは、刑事コロンボシリーズの祝報の番画に出演した。 アイルランドなまりのある独特の口調を活かして厳格な士官学校校長を見事に演じ、エミー賞、コメディドラマ部門の最優秀助演賞を受賞した。また、この共演がピーター・ホークと進行を結ぶきっかけとなり、その後も仮面の男、新・刑事コロンボシリーズの完全犯罪の誤算、復讐を抱いた眠れで、スペシャルゲストスター、犯人役として出演した。上記。 仮面の男、完全犯罪の誤算、復讐を抱いた眠れでは、監督を、県民、さらに、さらば帝督、奪われた戦慄でも監督を務めている。ちなみに、刑事コロンボの、新、旧シリーズを含めて4回の犯人役は、同シリーズ中の最多記録である。映画では、北極の基地先行大作戦、大陸横断超特急などがあるが、特にドンシーゲル監督の、 アルカトラズからの脱出の冷徹な刑務所長という、プリズナーナンバー6の時とは、真反対の役が有名である。近作では、ブレイブハートのエドワード一世役や、氷結の時の判事役が知られる。霊理で神経質な役のイメージが強いが、ビリー・ゼインの父親役を演じた、ザ・ファントムではとぼけた味わいを見せ、ザ・シンプソンズの1エピソードでは、ナンバー6役として、 吹き替えを担当するなど、チャメな面も見せている。ジョーゼフ・サーフ、ヨゼフ・セルフ、パディ・フィッツ、パディ・フィッツ等のペンネームを使用することもある。ケージ・コロンボシリーズで共演した、ピーター・ホークとは互いに信頼し合える親友で、マクグイハンの自伝にはホークが序文を寄せている。007シリーズのジェームズ・ボンド、TV シリーズ、セイント・冒険野郎のサイモン・テンプラー役といった名の、 知られた作品への出演を断ったことでも有名で、近年では、ロード・オブ・ザ・リング三部作のガンダルフ、ハリー・ポッターシリーズのダンブルドア役のオファーを、断っている。私生活では、1951年に、同じ劇団の女優ジョアン・ドラモンドと結婚した。三次に恵まれ、長女のキャサリンと次女のアンは女優になり、父子共演作品もある。晩年は、ロサンゼルスで妻、 娘、孫ら家族と引退生活を送っていたが、2009年1月13日、入院先のサンタモニカの病院で病死した。病名は公表されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。